します。ここで和紙の、ね、説明をして、実際に今日もね、ちょっと小さいサイズなんですけど、ちょっともお見せしますので、よろしくお願いいたします。まず、ここに持ってきました、この木が和紙の材料となる、ホウゾっていう、クワ科の植物なんですね。この木の皮を使ってですね、これを熱い蒸気で蒸してあげますと、簡単にくるくると皮が剥けるんです。